だいぶ暴露しましたね。やばいな。だいぶしたよ。やばいな。大丈夫ですか？大丈夫？いや余裕でしょ。セルカボーもびっくり、動揺してんなセルカボー、うん、オッケー。さっきね、あれこんな高さだったっけ、あここか、さっきね私のチャンネルの方で恋愛事情暴露しましたけど、ここにしますもん、うん、ここにしようか、うん、だいぶ暴露しましたね、だいぶ暴露ですよ、面白かった。え大丈夫ですか、全部使ってもいい、え全然大丈夫、えもう何でも OK、 うん、あの NG ないので、すごい、じゃあ全部使っちゃおう、どうぞお使いくださいませ、はい、もうこれで証拠も取られてたというわけで、はい、どうもこんばんは、梅村奈緒です。はい、皆さんこんにちは、後藤梨紗子です。今日は梨紗子と一緒に YouTube を撮りたいと思います。イエーイ、ちょっと夜のテンションなので、うん、いつもよりテンションが高いですが、そうですね、皆さんぜひついてきてくださいイエーイ。もうさっき私のチャンネルの方で恋愛トークめちゃめちゃね暴露しちゃいましたけど、語ったね、夜だからちょっと語りたくなっちゃう、うん、楽しかった。なんでしょうね、このお泊まりの時のこのテンション、うん、なんか話したくなっちゃう、ね、全然なんかもう口からね止まらない、そう止まらない、口が止まらないもうずっと出る言葉がねえ、うん、楽しかったな、楽しかった。というわけでこちらではなんと給料事情についてお話ししようと思います。これモデル感でもあんま話さないじゃないですか、タブー、結構タブーだね、タブーですよね、うん、聞くの失礼みたいな、なんか暗黙の了解で聞いちゃダメ感あるけどね、うん、まあ、聞かれたくもないですしね、うん、っていうのをちょっと今日は赤裸々に、うん、でみんなも気になってる気がする、どのぐらいもらってるんだろうとか、うん、どういうお仕事でどのぐらい入るんだろうとか、うん、確かにね、うん、どうな、やっぱ気になるよね、うん、じゃあ私から聞こうかな早速聞いていこうかな、何聞かれるんだろう、でも自分が質問したことは自分も答えないとだよね、まあ、そうです ね、 だから答えれるものを聞くべきですよね、じゃあ、うん、マックスの月収、あのもう具体的な金額言わなくてもいいから、マックスの月収か、え今までで、今までで、今までで、あでもそっか、アイドル時代とモデル時代が違うか、そうなんですよ、じゃあモデル時代、モデル時代っていうのが終わっちゃったみたいになってるけど、モデルの、モデルの今の現役の、あモデルで、うん、モデルだけで、モデルだけで、うん、モデルだけだったら、うん、最高月収ですよね、うん、80、おおって言ったけど近かった、80近かった、私、うんうん、私も2桁後半ですね、うん、なんでちょっと知れって言っちゃった、待って、なんで隠すんですか、2桁後半です、2桁後半、うん、2桁後半です、80、90、もう1個前、あ70、はい、うん、それぐらいですね、まあ、ほんと月によりません、めっちゃバラバラ、なんならえっていうか、なんかこれで生活できるんかっていう、うん、もう本当に私死ぬの？みたいな時もあるし、私たちそれぞれでお仕事してるので、うん、あのモデル以外の仕事してるので、うん、成り立つは成り立つんですけど、うん、モデルのお仕事だけのお給料見たら、うん、これで生活できませんよねっていう額の時もありますよね、そう、本当にこれ顔じゃないみたいな顔の時になる、これ心配になりますよねみんなっていう感じの額の時もある、私死ぬんかってなる、そう死ぬんかってなるからあるある、だからまあ本当にあれですよね、左右されますよね本当に仕事で、うん、ある本当に、いや近かったな、うん、逆にアイドル時代はどうなの、アイドル時代は聞いていいもんなの、固定給だったんですよ、あ固定か、今歩合だもんね、そう固定給で、うん、あでもその時が固定給だったのか固定給じゃなかったのか覚えてないんですけど、その最初の数年は歩合だったんですよ、うん、え歩合プラス、あ歩合で、うん、あの固定
給はあるんですよ。固定給はあるけど、うん、そのもう本当小額ですよ。うん、本当なんだろう、一桁万円。おお、一桁万円の固定給があって、うん、プラス個人仕事。ああ、なるほどね。っていう最初本当、まあ、研究生の時ですよ。だったんですけど、まだチーム S とかそういうのに分類される前。あ、そう、分類される前がそうで。でなんか会社が変わったんですよ。あ、途中で。途中で、うん、で事務所が変わってそこから固定給になったんですけど、うん、ある時なんかメンバーでそれこそ紅白のリハーサルかな、うん、紅白のリハーサルで東京に行ってる時に、うん、ある子がなんか銀行からお金を下ろそうとした時に、うん、ちょっと待ってみたいな、なんかボーナスが入ってるみたいな。え、待って、この業界ボーナスあんの？そう、なんかボーナスが入ってるんだけど、え、みんな確認してみたいな、うん、で確認したら まあ入ってたんですよ、ボーナスが。そう、うん、で多分なんか多分歩合制で、うん、歩合制の時ってそういう印税とかも入ってきてたんですよ。あー、そうなんだ。でなんか全然その AKB さんとかのなんかもう後ろの方で踊ってたコンサートの DVD の売り上げの印税とかが入ってて、うん、あー、なるほど、ね、それ でもちょっと映ってるだけでも印税入るんだ。そうなんですよ。へえ、印税が入ってて、それはまあ3桁万円はいかなかったですけど、2桁万円のまあ後半、そのぐらいがなんか中学生ぐらいの時に入ってて、うん、でもみんな東京にいるから、うん、みんなそれぞれお母さんに電話して、うん、お母さんみたいな、なんかすごい お金が入ってたみたいなだってさ、だって入ったの小学6年生でしょ。そう、小学6年生で、そんなんでさ2桁後半来たらもう、そう、へってなるよね。でも確かその時中学校1年生か2年生ぐらいかな。いやいや、中1中2でもそんな額稼げんで、ね、入ってたんだけどって言って、うん、でもそれぞれみんなお母さんに報告して、ね、よかったねみたいな、みんなよかったねって言って、よかったねいや時代もありました。あ、そうなんだ、うん、でもなんか結構みんな若いうちからちゃんとお金を稼いで、うんうん、だから、うん、自分でその学費、うん、大学の学費とか、まあ、それこそ社交とかそういうのにみんなちゃんと使うから、まあ、もちろん私も学費自分で払ってましたし、すっごいね、なんか自立しまくってる、うん、そう、自立してるから、まあ、貯金してる子もいるし、ちゃんとそういう部分にお金を使う子もいたし、まあ、みんな結構、すごいね、自立してる。そうなんですよ。そんな私学生で何してたの、ずっとポケッと外見て、あ、今日もいい天気だないつも窓側の席だったから、今日もいい天気だなってずっと見てたの、こうやって。でベランダ、ベランダ、ありがたい、ありがたいなと思う。ちなみに、うん、そのまあ奈緒さんの、うん、その額、最高月収っていうのは、うん、いろんなお仕事が重なってそうなったのか、うん、1個の案件が大きかったのか。ダブルかな、どっちもあるかも。ああ、重なったのもあったし、重なったな。そう、1個の案件が大きいプラス、うん、仕事も多かったから、うんうん、バン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 って。それ東京ですか、名古屋。名古屋と、名古屋あったかも、早、静岡、名古屋にいる時代ですか。あ、名古屋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 にいる時代ね。名古屋、名古屋、名古屋。そう、東京もそんなだったかな、うん、ぼちぼちやってました、東京時代は。だって事務所と折半じゃないですか、基本的に。あ、そうだね。ってことは、うん、その倍売り上げを出してるわけじゃないですか。フリーランスだったらその倍あ、確かに全部自分で入ってくるよね。全部自分で入ってきてたわけですよ。欲しい。まあ、仕事取ってきてくれたのは事務所だけど、間違いないね、事務所だけど、まあ、折半されますよね。あ、そうだねなるほど。え、貯金してます？それがね、うん、本当に事務所、うん、一番最初なんか事務所2カ所目なんだけど、うんうん、1カ所目の事務所の時はちゃんとすごい貯金してたの。うん、ちゃんと貯金してたんだけど、うん、なんかストレスが溜まった時に、うん、どこにそのストレスを発散するかってなった時に、うん、私お酒も飲めないしタバコも吸えないから、うんうん、もう発散が物欲になってきてしまって。確かに、ちょっと高いスニーカーとか買ってますもんね。そうなの、うんうん、それで名古屋に来てから、え、何、ちょっとやばい、うん、
あ、貯金を崩しているってことですか。そうそう、崩、こうなってる。崩しちゃってるじゃん。逆に東京こうだったのに、名古屋行ったらこうなってて。あ、なるほど。あれ、思ってのと違うぞ、自分ってなってる。貯金があったものの、そう、崩されてきてると。そう、崩れて、しかもそれに焦らない自分がいるのがもっと怖い。でも貯金ってどのぐらいしとくのがいいんですかね、この世代。え、でもさ、うん、なんかインスタとか見るとさ、うん、なんかもう、普通に社会人で手取り16とかの人がもう何百万って貯めてるじゃん、もう3、400とか。え、どうやって貯めてるんですか。わかんないの。実家暮らしとか。え、でもその人一人で暮らしてんの。そう、そういうのとか見たりした。え、どうやって貯めてんのと思って。確かに、どうやって貯めてるんだろう。私全然貯まんないんだけど。まあなんか私たちの仕事って結構出費も重なるじゃないですか。あ、まあ確かに衣装とかね。衣装とかもそうだし、なんか常に新しいものを、うん、身につけないとね。身につけて憧れって思ってもらえるようにしとかないといけないっていうのもあるから、出費も重なるけど、うん、貯金しよう、頑張ります。何のために貯金するかですよね。あ、そうなの。うん、なんか。そう、東京で最初貯めてたけど、うん、名古屋になって貯めなくなった理由があって、うんうんうん、とある友達がいるんですよ、うん、そのとある友達がもともと全然その物欲とか全然なかった子なのに、うんうん、急にグッチとかビトンとかを大量に買うようになって、うんうん、そう、でも本当にめちゃめちゃ仲いい友達だったから、うんうん、え、なんかあったのみたいな、うんうん、って言ったの。よく聞けましたね。そう、でも本当にめちゃくちゃ仲いい男の子の友達で、うん、あ、男の子か。そう、男の子の友達で、うん、もう結構すっごい仲良かったんだよね、うん、今でもたまに連絡取るし、うんうん、そう、仲いい子だから、え、なんかあったのみたいな、うんうん、なんかめっちゃグッチ買うやんみたいな、普通に足グッチついてたこともあるし、ビトンにもついてたことがあるぐらいの仲いい子だから聞いたら、なんかさ、人生っていつ終わるか分かんないじゃんって言われて。ほう、確かに。人生いつ終わるか分かんないのに、うん、そんなお金取っといて、うん、で自分命なくなってお金だけ残ってもそれって意味あるのって言われて、うん、確かにってなっちゃって、難しい。そう、めっちゃ難しい、際どいところではあると思うんだけど、うん、もうこれは結構極端な話だと思うし、うんうん、でもそれ言われて納得しちゃった自分がいて、うんうん、そうだな、確かに確かに、なんかそのお金で何かできるってなったら、うん、自分をが身につけてテンション上がるものを買おうっていうなっちゃって、うんうん、確かにそこから、でそのタイミングだし、ちょうど名古屋に帰ってくるタイミングだったから、うんうんうん、そっからもう物欲がスタートしちゃったかもしれない。なるほど。そう、ちょっと明日死ぬかもみたいな、あ、そう、周りの言葉に感化されて、だっていつさ、もう急になんかね、うんうん、事故とか病気とか、うんうん、何かが起きていつどうなるか分かんないって思った時に、うん、ねえ、うん、ねえとか言うね、ねえ、そうって思ったかな。へえ、そう、結構影響受けやすいから人の言葉で。なるほど。え、でももし生き延びた場合ですよ、もし生き延びちゃった場合なんだよね。生き延びたい、生き延びたいけど、うん、生き延びた場合、今後多分いろいろ、ま、人生のイベントがライフイベントが待ってるわけじゃないですか。確かに、そうだよね。結婚とか、結婚とか遠いな。遠いな。あと思ったのが、うん、あの逆に結婚したいなっていう気持ちもあるけど、結婚していくじゃないですか周り、うん、ご祝儀でめちゃくちゃできません？そう、でも嬉しい、嬉しい、あのなんだろう、お金だけど、うん、飛んできますよね、飛んでご祝儀で。そう、全然好きな人のためならもう全然払うけど、もちろんもちろん、でも喜んで、はっはっってなって、そうだ、あれ、あれ、お金ないみたいな。そうなのよね。ねえ、あるよね。ありますよね。この年になるといろいろお呼ばれされるから。そう。特にね、多いのよね。そうなんですよね。そう、増えてきてるわ。そう、女子は結構お祝儀だけじゃなくて、当日のヘアセットとか、そう、ヘアセット、髪とか、あの髪じゃない、服、あ、そう、服とかで結構お金飛んでる。お洋服買ったりするし、着物だったら着物レンタル、着付けとか。お金かかるんだよね。そう、もうもちろん喜ばしいことなんだけど、お金は飛んでくので貯めとかないと、ちょっと恥ずかしい思いしちゃいますよね。貯めよう。単純、単純。さっき言ってたのに、お金いつ死ぬか分かんない。本当ですよ。で、逆にちょっと詳しい人がいたら教えてほしい。あ、まあ確かに貯めといた方がいいとかね。貯めといてほしいと、なんかその、なんか今いろいろあるじゃないですか、積み立てNISAとか。あ、そう、
すっごいやりたいのに、なんか調べてもなんか結構なんていうの、うん、その人の主観的な意見がまとめられちゃってたりするから、うんうんうん、どうしようってなってて、そうもっとなんか細かい、例えばこういうのをやるといいよとかを教えてくれる人が欲しい。うん、わかる、うん、もしいらっしゃったらコメントで、こちらまで、こちらまでぜひお願いします。ぜひお願いします。お願いします。そんな感じですかね。そうですね。いやでもこれも今日ちょっと暴露しましたね。いやいや、お金事情なんて聞けないから普段。マジで初めてだよね、喋ったの、うん、初めて初めて、ここでも本当に喋ったことない、うん、いや本当は聞くもんじゃないですよね、こういうのは。でだから、うん、あえてちょっと発信してみる、うん、みんな聞きたいかなと思って、うん、そうだね、うん、だから参考になるかもどうかも分かんないけど、まあでも本当に、あ、こんな感じなんだって知ってもらえると嬉しいよね、うん、私たちのこの業界を。波のある仕事なので大変ですけど頑張りましょう。頑張って生きてます。はい、そんな感じでいいなと思ってくれた方はグッドボタンとチャンネル登録お願いします。お願いします。ということでありがとうございました。バイバーイ。